少女は古墳時代の豪族。武蔵国作りの一族で国蔵の地位をめぐって同族の笠原臣と争った。臣と小嶺の関係系図、日本初期巻、第十八には武蔵国蔵笠原寺家臣小嶺ととあり、小嶺が笠原氏を名乗っていたのかどうかは不明である。彼の性格は激しく、人には逆らい、傲慢で素直ではなかったとされる。 証書と、尾身は、国造の位をめぐって長年争っていたが、決着が、つかず、小根は密かに、噛みつけのくん小熊の支援を受けて、尾身を殺そうと企んだ。しかし、対する尾身は、山和政権の助力を得て、結果、小根は敗北して忠誠られた、とある。この一連の事件は、武蔵国作りの乱と呼ばれる。笠原氏が、埼玉軍笠原郷にちなむとすれば、 古墳分布から見て、国蔵の本拠は、多摩川下流域と見られるため、小峰の方が、国蔵本州であったと見る説がある。この話は、一見、武蔵区に作り一族の騒乱のように見えるが、実は、山和政権と上付つけのの勢力との対立を背景に、したものである。天かす県の意見によれば、鈴鹿神の分布状況から、古世紀後半には、 上付け野の古墳文化の影響が、武蔵国南部の玉川流域にまで及んでいったことが、指し示されており、さらに、武蔵国の最高主張の古墳は、4世紀後半から5世紀に、かけては、南部の諸地域を移動していたのが、6世紀頃には、北部の荒川上流に移動していることをも、示されている。その後、尾身が、大和政権に、三宅として寄進した土地から、玉川、 鶴見川流域が小峰の拠点ではなかったかと考えられている。ありがとうございます。